からね、アクトさんね、アクトさんそろそろ本気のライブやってくれるみたいなんで、あのみんなちょっと前の方に来て座ってみるん、ちょっとロックじゃないから、ね、当然でしょ。ショーどこや、ショー前来い横田さんも前来いよ、みんな、うわー父もう一回父ねー父ほら行くぞ、アクトショーか。初めて追いかける世界の音を君
動画です。よろしくお願いします。あの、あのな、じゃあ今日はチチソニックやろ。いや、ちょっとチチソニックイエーイ。あのな、もう今日はほんまに日頃できひん、このステージは日頃できひん、おっぱいの話いっぱいあったろ思ってな。いや、あかんで、制御しなあかんで。あかんのか。あかんあかん、許容範囲で。許容範囲でな。いや、ほんまにね、ちゃん、お乳大好きやな、男の人はな。あ、やらしいわ、お前。あかんやろ、これ。いや、お乳ほんまに大好きやね、男の人、女の人はな。何がええんや、こんなもんとか思うやろうけどな。でも、むちゃくちゃお乳っちゅうのは、やっぱりな、弾力よな、ね。うん、あとフォルムよな。うん、あかん、あかん、ほら。話ずれてる、路線ずれてる。そうか、あかんか。うん、いや、ほんまにね、チチソニック、呼んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。場所の方々、ありがとうございます。これからもあのバッシュの方々と、もちろん今日この出演のね、あの 人たちね、みんなとほんまに末長く仲良く音楽はやっていきたいと思います。で、ね、よろしくお願いします。今日はみんなね、みんな座っててね、ちょっとなんかわーいって感じにはちょっとなりにくいと思うんですけどね、なんか一緒にね、温まっていけたらええなと。寒い中ね、ね、あなたドリームいけんのかー。いけんのかー。さあ、いきますよ。次の曲聴いてください。悪天の光。退屈で仕方ない、ただただ静かに流れてく。今目の前にあるのは手続きのない誘惑。君の声は、君の声はもう
僕の心を惑わし誘う全てを捨てて全てを捨てて魂を見導かれてく道を急ぎ引く生かしをと希望や期待投げて進む朝日さえ黒い誰がいた足を踏み入れ戻りせてくれよ、hey!こともできる今目の前にあるのは運命分けるささやき僕の声は僕の声は君の心を迷わせてるの光を捨てて影を転んだはずなのに闇路を急ぎ引き生かしをと希望や期待投げて進む朝日さえ黒い誰がいた足を踏み入れ戻り見せてくれよ行くぞ You!ここでしか輝けないこと僕は気づいて目を奪われタイムリミットはもう過ぎた一歩も引き返さず止まるもう一度闇が見せてくれろ綺麗な朝日が見たいと願うんだどうもありがとうございます。ちょっとね。せやねん。せやねんって。あの今なんかちょっとあれはあの中央大通りを、朝ちょうど12時15分ぐらいに。あの中央通りを私福島は走っておりました。ですね。ほら私あの言われたもん。もう言われたけどもうしゃあないかな言わな。ほらもうなほらってあのやなわしなわしうん、言いにくいんやけどもほんまにそこに可愛い OL がおってん。ほんまに可愛い OL にうって目取られたポーンやもうファーンいたわ周りえどうやら吹っ飛んだよ踏んでな足ぐねったんこのこけてくりーっつってアドリブ入ってるやんえ絶対なんかなんかこううん作ったわ何作ってない作ったな作った作ったなほんどうやら可愛い OL かなおってなそれお前言ったあかんわ話持ったこと言ったかいやじゃあねでも言うよほんまに痛いね言うよ足ほんまに痛いねせやけどさっきあのボーカルのねタケ君にあのイブもらって直ってあんな前イブイブほんま最強やぞお前イブはねそんな常備しとったら ね, ね便利なんすよねほんまにねまあ、えもうあと MC ないんかなもうこの後
いや、言ったら、言ったらいい、もう。でもまあ、だって、僕ら、これら、このね、イベントで、今年最後のライブになるんでね、もう、楽しんじゃおうかなって、みんなも一緒に楽しんでください。お願いします。あのな、でもな、そういう流れあるやん。でも曲いくやん、大体。でもな、ドラムのやつもあってっていうね。まあ、しゃあないよな。まあ、まあ、そういう流れあるやん。そう。でも、なぜか反乱やし。ほんなら、もう、ちゃうねん。まあ、MC 長いバンドやねんや、ほんまに。ちゃうねん、さっきな、どえらおしゃれなコーヒー屋さん行ってん。てかもう、うまかった、めっちゃ美味しかった。めっちゃほんまにうまいから、心斎橋のあの、右楽器の横にあります、右楽器のこっち入ったら、AMPM のちょうど斜め前かな、その辺にあるな、ループレミエっちゅうコーヒー屋さんがね、そらな、どえらいなんちゅうんか、俺らみたいななんていうんか、ガキが行くやのとこちゃうねん。でもな、ほんまに美味しいコーヒーが出んねん。俺コーヒー大好きやからな。んで、まあ、全員ブラックやと。まあ、もうブラック顔や、どう考えても。まあ、それ分からんか。ブラック顔、ブラック顔これ。しゃあないな。それで行って。ほんで、もう、うまいなーって言って、ここ3人飲んでたらさ、まあ、ユーニーさんが、ギターのユーニーさんがさ、全然飲まへんねんよ。でも、俺先に店員さんに、もう全員ブラックでって言ってんや。あ、かっこいい俺らと思って。トイレ戻ってきたらなんかミルクが足されてて。ほんまにビビった。出すまでに、いやもうゆうくんどうしたのって言ったら、いやわしブラック苦手やねんって言うねんよ。で、言えや先ってなるやんか。最初にあんだけでかい声でさ、ブラックで全員って言われたらさ、もう後から言いにくいやん。あって言いにくかったよね。でミルク頼んだるわって言ったら、いやいいって言って見えはんねんや。ほんまかっこええ顔してダッサいこと言うねんや。ほんでミルク、いやでもブラックって言っちゃったしな、ミルクってなんか後で頼んだまたダサいしなみたいなこと気にしとんねん。ほんまにね、アホなギターのゆうくんです。イエーイ。ほなら次の曲振りお願いします。うーわーこれきた。これ今までで一番きついっすわ。ちょっと待って、いやもう普通にいきますね。次の曲はアンルイって曲なんですけど、僕らねアクトジョーカーっていう名前じゃないですか。それで曲だいたいアーから始まるようにね最初してるんですけど、それが一応ね売りにしてます。聞いてください。アンルイです。分からずは制御
スの心離れてくつまずくたび気づいた足元には月明かりが照らした石食えた地が思い散らし抱いていた白い髪はやがて漆黒になり何を通り捨ててすぐに戻ってきては心の底でまた重くなってでも出し願い叫んではねえ今誰も止め笑ってよ時が止まった分かっていたらこんなに腕の中に記憶が拾せないのに仕組まれたことならばその声はどこに向かって届くのかはゴロゴロになっても手遊んで今拍子さえも憎くそれでも思い続けては涙流し今笑ってた次で最後の曲です。あのなもうステージ上がっとった時間めっちゃ短いね。もっとそう、ね、みんなの前でこう MC やりたいんやけどな。しかし僕よりぺっちゃくちゃ喋りますよね。そうもうあの悪いなほんまサブやのにな。ベースったらもうなほんま言ったらこのな縁の下のこういう力持ち的なところあるけど前出たいんです、ね、はい、そうやな、はい、ね、ベースそうバンドで結構ね要な部分なんでね。ね、要な部分な。要な部分な。嬉しい嬉しい。まあトーク、まあ、まあ、うん、まあいいや。もうねやめとくわ。やめとく。俺もし、くだらん話。いやでもまあなんかね、和みますよねこの喋り方ね。ほんまに？うん、ほんまにイラついてない？イラついてないですか？大丈夫ですか？あ、よかった。ほらもう拍手が。ほらよかった。イラついてるもん。こういう拍手やもん。まあ、またごめん。ほんまに喋りたいね。でもね、でも正直なところね、いつも何喋るか分かんないんで言ったら。本番は何喋るかとか何も言わないから本番だって何喋るか分かんないですよ。だからそれだけがめっちゃ怖いだけ、ね、じゃあええやこう普段の会話やないか。そうやな普段の会話してもたらもっと危ないわ。普段の会話なちょっと危ないなうーんとかなうーんとか言うしなほらだ黙って持ってる。そうやもう彼まあもう触れた交通事故起こるしかじゃあねじゃあほんまに最後にの、ほんまに最後の曲でございます。最後。ただ最後に言いたいことは、そんなに伝えておかなあかんことは、この今ジョーラーの児玉君、児玉君で言ってもらった。ほんまはステージネームはエイト君。さっきのおしゃれなカフェで振ってみたら、もうあれあるやん。このなんちゅうんや、白い紙。ああ、ね、この口付近や。付近付近。あれの上にな、なんかくちゃくちゃのもん置いてあんねんや。何やこれって言ったらガムやって言い出してガムやって
って言うて、またまた食べんねん、ちゃうや、来るんで捨てろやっていう話をしたら、いや、もう一回食べるからって言って、もう考えられへんわな、きっちゃなっつって、そんなじゃないよそんな狂った男の子の歌を最後に、まあ狂ってるな、狂ってるよ、狂ってる、うん、だからそういう歌やと思って聴、うん、いてください、カオスな曲です、はい、おっとちょっとあ、ちゃうか、全然ごめん、また曲売りお願い本日ありがとうございました、今年最後のライブでね、楽しい感じでできてよかったです、皆さんのおかげです、ありがとうございました、最後まで聴いてください、アルゴリズム、あの日に戻れるのならば、僕は君を返さない、君の震えた白姿、もう二度と、見たくない、飛ぶ